AD は日産車体が製造、日産自動車が発売する商用車。かつては OEM 供給モデルとして、三菱、ランサーカーゴ、マツダファミリア版とスバルレオーネ版も存在した。なお、このコーデは4代目、2016年11月までの上級モデルである AD エキスパート、2016年11月から2021年5月までの、 社名である NV150AD、旧モデルの AD 版、かつて存在した乗用車登録仕様の AD ワゴンについても述べる。サニー版、パルサー版、およびバイオレット版、オースター版の後継者と位置づけられ、取扱い販売会社ごとに、サニー系販社がサニー AD 版、チェリー系販社がパルサー AD 版、日産系販社がダットサン a d 版と、社名が区分されていて、 車名を示すエンブレムや、ラジエーターグリルの塗装や、メッキの有無により差別化を図った。B11 型系サニーをベースとしており、駆動方式は FF。サニーカリフォルニアとは、B310 型系同様、積載能力を考慮して、リアドアより、後ろ並びルーフパネルといった、車体外反や、リアサスペンションが異なっている。AD 版は積載のためにリアサスペンションが、 リジットアクスル、リーフスプリングであり、同じ商用車でも、先代のパルサー版が、横置きトーションバースプリングを使った、フルトレーリングアーム式独立サスペンションを使っていたのとは、対照的に国使を想定した、堅実な設計が採用されている。なお、B11 サニーカリフォルニアより、車両外寸が150ミリメートルほど短く100ミリメートルほど高い。 登場時は丸型二等式ヘッドランプであった。搭載するエンジン E13S 型、E15S 型ガソリンエンジンと、CD17 型ディーゼルエンジンの3種類。当初は、サニー AD 版にのみ二ドア車が設定されていたが、1983年7月まで、旧型のサニー版が、継続生産、販売されていた。フルモデルチェンジに伴って車種名が、AD に改められ、 同時にエキスパート後継となる上級仕様の派生車種である AD エキスパートが新設された。3代目ウィングロードと基本構造を共有するが、リアサスペンションは同方式ながらスペース効率を高めるためよりコンパクトなものに変更されている。当初はガソリンエンジン搭載の 2WD 車のみのラインナップであり、エンジンは CR12 デ型。 HR15D 型、MR18D 型を設定している。採用されるトランスミッションは4足オートマチックのみであったが、後のマイナーチェンジで1.5リットル車は CVT に変更された。最大積載量は AD のみに設定される 1200cc 車が 300kg、1500cc 車以上では 450kg となっている。また、上級仕様の派生車種である。 AD エキスパートは全車カラードバンパーが装備される。インパネは商用車としての利便性を考慮した専用設計となっている。インストアッパーボックスの蓋には自動車では世界初のホワイトボードが標準装備され、助手席シートバッグには加藤式テーブルも装備されている。また燃料給油口の位置がプラットフォームの関係上。 初代同様の右側に移された。生産拠点は日産車対象南工場に戻っている。なお AD エキスパートをベースとした洋型霊柩車が存在する。ありがとうございます。